2023年8月の横浜。そこに一人の男の姿があった。第30期銀河、藤井聡太。4回です。第30期銀河戦の決勝トーナメントでは永瀬王座をはじめ強豪を次々と破り、自身2度目となる優勝を果たした。豊島九段は、はい、第27期の銀河戦で優勝されているんですけれども、はい、もうその瞬間に決定しまうということですね。将棋界現役最強の名を欲しいままにする藤井。彼の目に今映るものとは。藤井先生、何してらっしゃるんですか？はい、海を見ています。いつものルーティンの海をあのですね、今日は先生と一緒にこの日本丸を探求していこうと。初めてですか？もちろん。電車の車掌さんの帽子は結構ニュースでお見かけする機会多かったんですけど、キャプテン帽は私も初めて見ました。当たり前です。お似合いです。はい、ぜひここに立ってみて。あ、はい、ここが一番船の一番こっち側、はい、ありがとうございます。失礼します。ガラスの窓自体が旋回してて雨とか雪がつかないようにする、もう船ならではの装置がついています。藤井先生にとあることを体験していただきたいと思いまして、はい、私予約をしました、はい、ぜひこっちの方にお願いします。はい、はい、あ、こちらです。あ、はい、はい、あ、失礼します。お願いします。おかけください、はい、おかけください。はい、まだ何が行われるのか分かっていないです。見ていただくと分かるかもなんですけども、はい、こちらネイルサロンになってまして、あ、はい、ちょっと藤井先生にハンドケアを体験していただこうかなと思ってます。あ、そうなんですか。すいません、もう準備万端の状態です。そうです、まあ、銀河戦では、まあ、その、まあ、28期にも初めて優勝することができて、まあ、今回が2回目という形ですけど、まあ、内容的にはこう今回の方がその、まあ、前回優勝できた時よりもなんていうか、まあ、安定したというか、まあ、内容的にもこうよくできたところがあったのかなと思っています。そうですね、まあ、銀河戦は早指し棋戦の中ではおそらく最もこう勝率がこう高い棋戦で、まあ、自分としてはこうなんか、まあ、相性の良さをまあ感じたりもしています。そうですね、まあ、やっぱり早指しなのでやっぱりまあ持ち時間をやっぱりどう配分するかというのが、まあ、問われるという印象があって、まあ、その最初のこの15分と考慮時間の10分を、まあ、やっぱり最初に出た頃と比べるとなんだか効率よくこう使えるようになってきたんじゃないかなという手応えは、はい、あります。